あれだからね、僕はもう野菜が出てきた際にはもう全部友人のお皿にのけるんで、ちゃんと食べな。だってさ、だって野菜って苦いし美味しくないし、みんなは野菜本当に美味しいと思って食べてはりますもん。やっぱり食べなきゃみたいな節があるから食べていらっしゃる。手大きくなる、もう十分大きいんだが、野菜めっちゃ美味しいことなくね。野菜苦いじゃん。だってドレッシングは美味しい、ドレッシングは確かに美味しいけど、ドレッシングの味を貫通してくるさ、苦味とかさ、えぐみあるじゃん。美味しい野菜は美味しい。でも確かに、なんか友人とお高いランチに行った時には出てきた、なんかわかんないけど、もう何言ってんのかわかんないんだけど、どこかの野菜の有機栽培のなんとかですって説明された野菜はマジで美味しかった。野菜ってこんなに美味しいんだって思ったよね。